揃っているチームですね。いや、もしコメントもらえるとしたらどっかあるのかなと思って。そんな中の表示はされないです。先方で登場、使用するバトルポケモンはマキラップ。では、ポケ5オン4名です。両名マチャンプ、日本名カイリー。トラタラの配信とこちらの配信でやっていますが、こちらの配信では、私クロス五十嵐が、実況の方をさせていただきたいと思います。さあ、日本マスクのピカチュウと、スブータンマスクのピカチュウですね、ミラー勝負。さあ、このキャラクターはですね、投げやポケモン技という A 技ですね。それでフェイス洗浄すると、威力が強化状態になるという特徴があるんですが、先に A フェーズを取ったのはスブータンマスクのピカチュウ。しかしこちらの方はですね、ポケモン技でのチェーン洗浄できていないので、ウホーマスクのピカチュウが、ステージでしました。スブータンマスクのピカチュウですね、取り返した。さあ、ウホーさんも返しに行ってますね。するほどあのお腹のところでぐるぐる回ってる。さあ、先にフェイス洗浄していったのはスブータマスクピカチュウ。かなり攻め込んでいってますね。ここで一気にウホさん押し切った。猫柱で固めてからのバックステイを読んでいったんですかね。さあ、スブタンさんといえばもともとはマスクのピカチュウではなくシャンデラを使いてたが、マスクのピカチュウを使ってもまだまだどん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 上を行くと。劇場版公開中ですね。さあ、ウホマスクのピカチュウとしてはここはなんとかして1ラウンド取り返していきたいところだが、さあやり込みを見せていきたい。さあ、マスクのピカチュウ両方ともフェイス洗浄していくのか。いや、フェイスを取っていったのはウホマスクのピカチュウ。さあ、ここで両方共鳴入っていったが、 5X が入ってバーストアタック。ここでやり込んでいったのはね、やはり、マスクピカチュウの、フライングプレスを読んでの X ボタン押しですね。強攻撃、非常に強い読みだと思います。まさか大胆不敵すぎる。さあ、ウソマスクピカチュウはが見事モンガを当てていって、さあしかし結婚頭、先ほどから結婚頭を当てていった時のスブタンさんは非常に強いが、ドクターストーン氏ですね。さあ、ドクターストーン氏流行りに乗っていくタイプですね。ランゲを入れていったのはウホマスクのピカチュウ。いや、時間を今かなりうまく使っていましたね。さあ、2番目誰が出るのか。ちょっとカードが出てこないのか。ちょっと他の、配信での、音声も入ってしまっているのは大変失礼いたします。さあ、掴んでいったのはスブータンマスクピカチュウ。さあ、掴みで入れていったのは大きいですね。これによって、強化状態、先ほど説明いたしました強化状態になってますね。マスクピカチュウが今ビリビリビリと連携をまとっている状態で、こうなるとポケモン技、一部の技が強力になるんですね。なので強化状態は維持していきたいところなんですが、さすがに時間切れ。しかしここで強化状態になりました。共鳴バースト、誰しポケモン誰しもが使える、ゲージが溜まったら使えるキャラクター、強化状態ですね。それに対してマスクに対して何を選択する。そのセットで、いやー、先ほどからスーベタン選手かなりゲコ柱を使いこなしていますね。ローソクおじさんだいぶピンキーですね。共鳴バースト見てから返したかったか、距離が近すぎたか。さあ、攻撃バフも入っている状況でバーストアタックとどめ、勝ったのはスブタマスクのピカチュウですね。いや、素晴らしい。忘れ物に注意してね。
君のパートナーってどの子、今回のサポーター、どんな相手と戦えるかな。それじゃ、またねー。
君のパートナーってどのポケ、今回のサポート楽しいバトルになるといいね。どっちのサポートでいく？私はいつも感覚で左下の共鳴ゲージが溜まったらポケモンが共鳴バーストできるよ。忘れ物に注意してね。バトルするポケモンを選んでね。今回のサポートで楽しいバトルになるといいね。
しないで楽しんでいこう。ラウンド1、いつも通りやれば大丈夫。忘れ物に注意してね。ワクワクするよね。相手はどんな作戦を立ててくるか。特定の攻撃が当たるとフェーズ変化が発生するよ。相手の共鳴ゲージが反応したよ。攻めてくるよ。気をつけて。サポートゲージが溜まったよ。
次はそうはいかないわ。忘れてない？もうサポートを呼べるよ。あ、エネルギーが発生しているみたい。ガードではつかみ攻撃を防げないわ。バーストアタックのことを忘れないようにね。忘れ物をしないようにね。君のパートナーってどのポケモンだっけ？今回のサポートセットを選んでね。頑張ってアドバイスするよ。ワクワクするよね。相手はどんな作戦を立ててくるのかな。ラウンド1、相手の苦手な距離を狙ってみよう。
ポートベースが溜まったよ。ロックステージ満タン。今ならバーストできるよ。弾力が減っているから気をつけてね。忘れてない？もうサポートを呼べるよ。相手の共鳴ゲージが回復したよ。自分の攻撃でフェイス変化を起こすと共鳴ゲージが溜まるよ。これ以上ダメージを受けると押し切られちゃった。でも次はそうはいかないよね。クリティカルを狙ってきた。ヘイゴー。あと少しだったんだけどね。サポートを変更して攻め方を変えてみるのもありだよ。ラウンド2。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。危ないと思ったらブロック攻撃だよ。クリティカル発見。通常攻撃でつかみ攻撃に勝ってる。共鳴ゲージはまだ半分か。大ダメージを与えられるチャンスだよ。忘れてない？もうサポートを呼べるよ。共鳴ゲージマックス。パワー。相手は共鳴ゲージを消費してるよ。バースト中はガンガン攻めちゃおう。だいぶ時間が経過したよ。ここからそんなにも止められた。やいだ。次で勝負が決まるよ。君のポケモンもファイナルバトルを楽しむことが大事だよ。強鳴バーストするのまだ遠いな。かなりリードされちゃったけどチャンスが来るよ。エネルギー共鳴ゲージが溜まったよ。リードされているけどまだ勝負はこれからだよ。これ以上ダメージを受けるのはまずいよ。忘れ物をしないようにね。ポケモンを選んでね。サポートセットを決めるのって悩むよね。
きましょう。ではどんな作戦を立ててくるのかな。フィールドフェイスでは掴み攻撃でフェーズ変化を起こせるの。強力クリティカル発生、ブロック攻撃で通常攻撃を防ぐの。やった、チャンス組にガラを共鳴ゲージ満タン、今ならバーストできるよ。エネルギーに取ると共鳴ゲージが溜まるよ。はい、サポートを呼べるよ。エネルギーを取ると共鳴ゲージが、相手は共鳴ゲージを消費してるよ。今の攻撃をガードしたいのは攻撃チャンスだよ。スキー、いい感じで勝てたね。次も同じサポートで行く。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。相手の共鳴ゲージが回復したよ。通常攻撃はブロック攻撃に負けちゃうんだよね。まだまだいけるよ。今の攻撃はブロックができないよ。地道にガードしていこう。共鳴ゲージはまだ半分か。油断しちゃダメ、スキー戦になるよ。共鳴ゲージ満タン。よし、サポートを呼べるよ。バースト中の今が最大のチャンス。次で勝負が決まるよ。最後は好きなサポートで行く。自分のポケモンを信じて頑張っていけ。共鳴ゲージ満タン。忘れてない。サポートを呼べるよ。フィールドフェイズから仕切り直したね。強制ゲージが上昇したよ。次に会えるのを待ってるよ。